はい、どうも、ルルカです。アリーナ実況の時間でございます。はい、現在ね、4136点の577位、勝率 48% と、まあ、前日と比べるとね、勝率が上がって、で、順位も上がっております。で、少しね、勝てるようになってきました。まあ、スパイクの編成に変えたっていうのと、麻痺と減少をね、カリンに優先につけるようにしてから、まあ、良くなったかなと。で、カルマに関しては減少免疫はないんですけれども、麻痺と、凍結と沈黙に耐性してるんで、まあ、相手が耐久パでも、カエルパでもね、で状態異常を防ぎやすい感じになってます。で、エヴァンに関しては旋空の盾、を貼ってもらうっていうところと、あとはまあ死にスキルもあるんで、動けなくなってもしょうがないってことで減少と石化のものにしております。まあ麻痺石化麻痺減少とかもあんま持ってないのでね、はい、まあそういう形で、やっております。メインの豪華ラッキーボックス楽しみですね。僕はそれでね、ミコを引くのか、それともリシアを引くのか、ライアンを引くのか、まだ分かりませんが、25日後、うん、買ってから25日後になるんで、まあ、今月中には手に入るはずなんで、楽しみにしたいなと思います。ではでは、早速対戦していきましょう。3から4戦やっていきたいと思います。スタート。カエルパですね。耐えられれば、弱点はっきりしっかり入れてますね。おし、気絶なかった。あー、レグルス来た。怖いっすね、レグルス。さあ、タイランあたりが欲しいけど、あ、復讐のソース。おー、カルマが。OK、じゃあスパイクで。スパイクゴー。やばいな、この防御スキル。防御スキル状態。防御スキル使いまくり状態。こうなるとね、結構きついんですけどね。で、次撃が来て、あ、来ない。おワンチャン。スニッパー、え？誰だ？キリエルか。スニッパーをなんとかしよう。あー、間に合わなかった。やられた。もうあとはミコに頑張ってもらうしかない。凍ってるうちにね、下のスキル打ってもらって。カルマだけ減少させられちゃいますね。ね、これね、1突増えればね、倒しきれるようになってくるんでね、そこをちょっと頑張りたいですね。エヴァンいけ、瞬身剣シャンシャンシャン。倒せないか。エヴァン沈黙。これスキル打たねえんだろうな、きっと。その結果カルマは死んでしまうという。いやー、厳しいね。あなたがこの攻撃を
まあでもラストキリエルだけ残ってって感じだね。なんとか勝てそうですね。大佐ありがとうございました。 OK、 今200位以内はマス通か。あ、ロバキッチやんだ。マス通ですね。頑張ってマス通行くか。頑張ろう。まあ、今日この動画内でってことはないだろうけど、借金をね消していかないと。なんかね、一昨日まではすごい勢いでこの後帰る攻撃してきたんですけどね、なんかちょっと変わったのかな。もう破壊の奇跡ちょっとな。スパイクゴーゴースパイク、オッケー。大ガダンもいっちゃおうか。オッケー、しっかり弱点の効果出てますね。あとはやっぱり石化の対策してる人は少ないんで、このね、やっぱり昔はね嫌だったんですけど、石化させてね、なんとかチャンスをつかむっていうのもありますね。状態上全然かからないですね、この方強い。うおー、前衛が強い。負けた。一気に崩されましたね。弱点が発動しましたね。対戦ありがとうございました。強い。帰るばっかりですね。耐久パいなくなったな。先空の盾違うか。一応弱点つけてるんでね、出てよかったです。よしよしよし、大丈夫だった。やばい、ダメか、カルマ無理だ。これエヴァも無理か。よし、大丈夫だった。あ、ダメだ。やはり防戦一方だとこうなりますね。
試合がめちゃめちゃ早く決まりそう。スキル周りは全然ダメです、ダメダメですね。もう一戦いきます。ヒカルトロピカルさん、帰ればですね、リンと雪入り、割と雪入りよな、なんとか勝ててることが多いんですけど、今回はどうか。でもさっきのようなスキル回りだとね、どのパーティーでも負けちゃうと思うんですよね。いいぞ、遅らしていこう、遅延かけていこう。てかこれなんだこれ。麻痺がすごいかかっている。まあ、あとは遅延かけていくしかないね。大我弾大我弾、大ガナン打ってくんないですね。これラス来ちゃうかな、テッサ。いや、覚醒スキル優先されて打たれちゃうのがね、やっぱりこの辺できついことになりますよね。大丈夫だった。倒しましたね。オッケーオッケー。耐久パーやってて思ったのが、あんまり睡眠は怖くないなっていう。回数免疫のスニッパー編成してる時とかは怖かったけど、みんな大体ダメージ受けるんでね。さあリン、よし勝った。オッケー、まあ、2勝2敗っていうところですね。まあ、こんな感じで、少しは勝てるようになってきたなっていうところですね。全部カイルパーでしたけど、これが耐久パー入ってくるとどうなるかっていうのは結構運の要素もちょっと含まれてくるんですけれども、それでも全体的には勝率が上がっております。はい、この調子でね、頑張って勝率5割に取り戻したいと思います。ではでは、ご視聴どうもありがとうございました。最後にチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。じゃあね。